チン・シュゲル・ミキ、チン・シュゲル・ミキは、新末の官僚。字は、関西海、洋丹。妻の林広芝れは、林即女の娘。子は、チに喜び、チン・アキラ系、チン・ゆけ系、チン喜び、チン・喜び、チン・ヨ喜び、チン・喜び。偏法運動の支持者の一人、林・アキラは、孫娘チン・カササギ王の夫で、 中華民国の外交官陳金課内は総存にあたる。福建省交官県出身。新末の業務運動で中心的な役割を果たし、総理宣生大臣及び南洋通商大臣を歴任した。台湾出兵の際には、金佐大臣として台湾に不任し軍務を監督した。また人気内に台南市に根放題の修復を行うとともに、 漢人の私大禁令を解除している。同二十七年に紳士に旧大し、漢議員編集に任命、皆豊か4年には御師へ、皆豊か6年には厚生省へ派遣され、旧行地府に任じられ、祖国藩と共に太平天国の平定作戦に従事している。同治元年に厚生準部に就任し、同治三年に太平天国の天型を陥落させた際には、 陽天皇、皇高式服、勘王博士氏、史、昭王紀文江を後世に追い捕虜とし、この軍港により、傾斜といに昇進した。同治5年、佐藤棟が福建省にす船所城を建設した。だが建設の途中で、戦艦総督として移動することになった佐藤棟は、陳茂玄三を後継者として推薦した。そのため、翌同治6年に、 船政総理大臣に任命され、中国の開示事業の近代化と、業務運動に対し大きな貢献を行った。陳茂賢は、スフネ省で近代的な軍艦を建造して、復権水師に配備しただけでなく、人材育成にも尽力し、中国最初の海軍学校である、復権線成学堂を見学、後に北洋水師や業務運動の中核を担う人材を、 数多く排出している。同治13年5月、日本による台湾出兵が行われ、原住民との戦闘が行われると、新庁は、陳守ゲルミキを勤差便利台湾とところ解剖権利、各国事務大臣に任命し、府県のすべての陳を及び、道を、その管轄に置き、チャンスー、関東の船舶を徴用し、日本及び各国との外交交渉を担当することとなった。 陳茂るみは受命後、復讐将軍の文育、節葬特権書復権準備理革年とともに、上層市外交交渉の基本方針を確認している。6月、陳茂るみは、復権不正市反撃とともに、台湾に着任、軍備の整備に着手し府城を本拠地と、定め網らに砲台を建設、洋式大砲を設置し、防御を固めた。同時に、砲領を、 東高等に兵を駐留させ、Y 軍の精鋭部隊である、武武氏名軍を配備、東忠氏系の部隊6004人及び総兵張利その、光、五三脇等の8000人規模の軍を配置し有事に備えている。このように防備を固めた台湾であるが、清氏は解剖能力に欠如し、同時に、新疆での反乱が収束していなかったことより、日本との全面対決を避ける傾向があった。 日本側も熱帯病により作戦行動に支障をきたし、大規模な作戦継続能力に不足していたことから、北京戦役を締結し、日本は台湾より撤兵した。同治14年に北京へと戻り、両高総特権南洋大臣に任命され、南洋水進を干渉するようになるが、新朝の解剖予算には限界があることを認識していた、陳志茂未記は限りある予算を、 南北洋水市に分散させる不利を解き、北洋水市に予算を重点配分することを主張した。高所5年、在任中に59歳で病没、宿港と送りなされた。行政区画の調整台湾出兵後、陳茂三は、日本軍が上陸したローチックに、久し春圏を設置するとともに、台湾北部に台北府を設置することを創生した。 また、淡水町及びメラン町を淡水県とギラン県に分割、淡水町の当然県以南の地区に、新築県を鳥かご地区に独立した町を設置するとともにキールンと解消している。さらに、大港経営国の台北府の下部に、淡水、新築、ギランの3県及びキールン町を管轄させ、台湾北部の行政比重を高め、台湾開港後の発展に対応した。 行政区画を整備した北部以外では、陳茂三木は台湾行政区域と地域開発の一致に尽力し、当時か吉県の南部となっていた祖文系以南の地区は県地より距離があり、台湾府の深く県である台湾県の管轄を強化する目的で台湾県に編入された。この多昇化県の堀地区には単独の堀社長を設置し、北洛部民里、茂道地を 中地部民里、茂道地と解消。後山地区には避難庁を設置し、南路部民里、茂道地をそれぞれ駐在させた。これにより、大光景以南の中南部地区は台湾府が設けられ、その下に、昭和、嘉吉、台湾、大鳥山、久し春の五県及び堀社、宝庫、日南の山頂が設置される、行政体制が確立した。海山、 なでシュゲルチンシュゲルミキは、台北不設置の創生以外に、地域間格差の是正を目的に、台湾崎山、後山の開発を行った。開発と同時に、なでシュゲルを行い積極的な後山地区の開発を推進するために、後山への交通路として、北路、中寺、南度の建設を行った。北路は、メラン総からまでの200中は、 昭和林保から、河連白石角までの265里、南路は、平日車両いたりから台東日南までの214里で、ある。中地は、現在も残存しており、国家一級戸籍に指定され、八通勘古道と称されている。陳茂玄三の名で茂玄政策は、台湾原住民を勘化させるものであり、原住民の人口土地調査を行い共通言語と、 首都を禁止し、シゲル学の設置や、道路の建設などを行った。また随地シゲル社を勝負し肝心に対する武力を中止させるとともに、それに反対する者に対しては兵力により鎮圧を行った。このほか陳シゲル幹は、なぜシゲル政策が成功すれば、肝心の台湾移住、産地への肝心による入植、原住民との通婚などの制限を撤廃する。 必要があると考え、同期14年2月に台湾に関する一切の禁令を解除している。ありがとうございます。